呂布の最後、可否の戦い、もう一度呂布という武将を見直そう。皆さんは三国志の武将の一人である呂布についてどのようなイメージを持っていますか？豪傑、猛将、そして裏切り、そういったイメージを抱いていることと思います。そこで今回はそんな呂布のイメージを呂布の最後の戦いとなった可否の戦いとともに見直していきましょう。可否の戦いについて軽く触れてみる。呂布は董卓から離反した後は行く当てをなくし、徐州にいた劉備を頼りました。しかし頼りにした劉備を裏切り、可否を奪います。この裏切りについて後漢書の呂布伝では演術から言われて行ったとされています。さて呂布に本拠地を奪われた劉備は落ち延び、曹操を頼ります。劉備を保護した曹操は大軍を率いて呂布と対決。この際に呂布軍にいた陳宮はいくつもの策を呂布に提案しますが、呂布は陳宮の策を聞き入れずに戦い連敗。その後可否で籠城戦を行うことになります。このためこの戦いを可否の戦いというのです。呂布のイメージである裏切りはどこから来た？呂布のイメージには裏切りが多いと思われます。このイメージはどこから来たのでしょうか？まず呂布は丁原という人物に仕えていました。丁原は董卓と反目し合うようになり、董卓は呂布をそそのかして裏切りを行わせます。その後呂布は董卓の次女と密通してしまい、露見を恐れるあまり董卓を裏切りました。そして行き場を失った自分を受け入れた劉備を最終的に裏切ることになります。この行動の連続が呂布を裏切りの武将としてイメージを定着させてしまったと思います。さらに三国志演義では丁原は人格者で呂布の義父ということにされてしまっているので、その丁原を裏切ったことで呂布のイメージが悪化してしまいますね。ですがこれは演技の創作部分であり、実際には丁原は義父ではなく、そして丁原自身の性格も粗野な人物で学問は全くできなかった人物とされています。演技では董卓の専横を許さない忠義のある人と書かれているので、これによって呂布のイメージが悪くなってしまう一因を作ってしまっているのです。しかし呂布が3度もの裏切りをしたのは事実。決して呂布が忠義心にあふれた人物であるというつもりはありません。ただ呂布は裏切りを好んだというわけではなく、やや目先の利益だけを判断材料として行動してしまう傾向があるのです。それが丁原、董卓、劉備を裏切った理由として筆者は考え、そしてそれが呂布の性格を形作っていると思うのです。可否の戦いの呂布の最後、さて呂布の最後に戻りましょう。曹操と真っ向勝負に敗北した呂布は可否の城で籠城戦を行います。しかしここで活躍するのは曹操配下の準優、各下の2名。彼らの策によって曹操は可否城を水攻めします。水攻めの強さは皆さんご存知のこと。あの万夫不当の首相である曹仁ですら、関羽の水攻めによって繁盛を捨てるか否かというところまで追い詰められるほどです。そんな悲惨な状況に追い込まれた可否に繁盛の満潮のような存在はいませんでした。後世らが裏切りを起こし、陳宮を捕まえて曹操に投降。それを知った呂布もまた長領たちと共に投降しました。呂布の最後をもう一度振り返ってみる。さて投降して捕獲された呂布は曹操に自分を味方にしないかと売り込みますが、ここで劉備が反対。過去の裏切りを羅列されて迷っていた曹操もそれに同意。呂布は一番信用ならないのは劉備だと主張するも、そのまま縛り首にされてしまいます。この時に陳宮の方は除名を拒んで縛り首になったことで、まるで呂布が最後まで悪あがきをする人物のように取られてしまうこともありますが、実は後漢書呂布伝ではこのようなシーンがあります。曹操に包囲をされ、もはやこれまでと悟った呂布、彼は部下を呼んで自分の首を取り、それを手土産に曹操に降伏せよと伝えます。しかし呂布を慕う部下たちは首を取ることができず、最終的に彼らと共に投降しました。裏切りを重ね最後にあがいた呂布ですが、その一方で自分の運命を悟り、さらに部下に慕われているという一場面もあるのです。このシーンも踏まえて呂布という人物をもう一度見返すと、不思議とただ裏切りを重ねた不誠実な武将にだけは感じないと思います。三国志ライター千の独り言、呂布は無双ではあるが考えなし、裏切りを繰り返すなどのイメージを抱かれています。しかしその一方で最後までついてきてくれた配下が首を取ることを拒絶するなど慕われているシーンもあります。呂布だけでなく三国志の武将たちにはいろいろなイメージがあると思いますが、
インパクトの強いシーンだけで判断せず、いろいろなシーンを踏まえてその武将を見直すと、またその人物に深みと魅力を感じることができますね。